おいっす。いって。おはようございます。どうも。リーさん所属、バチェライバー。え、あれ、入ってますか声。どうも、リーさん所属、バチェライバー。アクシャクロです。帰ろ。いってぇ。マジでいってぇ。なんだよ、これ。今日だけ雪嫌いだわ。許せぇ。なんか、外出たら、雪めっちゃ降ってて、え、雪めっちゃ降ってんじゃん、うわ綺麗と思って、あ、いいじゃんと思ってワクワクしながら、まあ、近くのコンビニ行ってさ、ミルクティー買って、レジの店員いねえなーとか言って、じゃあセルフレジでいいかーってピッって、あ、現金しか、あ、現金ダメなんや、へえ、あ、もうそういう感じねーとか思いながら、こう済ませてさ、コンビニ出て、で、こう帰宅途中でさ、あ、こういうちょっとした坂になってるところが転びやすいんだよなーつって歩いたら、思いっきし転んだ。ああ、いぜえ。おお、右尻が痛い。で、一番最初に転んで、サンダルだったんだけど、まあ、空転ぶよなって感じなんだけど、転んで、まず一番最初にしたのが周りの柵的ね。思いっきし周り見た。いねがっつ、時間帯も時間帯だったから誰もいなくて、よかったーっつ、まあ、なんか、あの曲がり角とかだったから全然いなくて、マジよっしゃーと思って、で、そのままなんかもう放心しちゃって、俺、あー転んだなー俺っつって、そしたらもう俺下全然部屋着だったから、もうじわーってこう染みちゃって濡れた、完全に舐めてたね雪を。誰かに見られたらもう終わってた、俺は。いや、サンダルで、じゃあ出ようかって言って、こうドア開けて、雪降ってて、うん、雪降ってるし、靴下履いてスニーカーするか、とはならんかったもん。まあ、だから、満身やな。ミルクティーとかは全然大丈夫よ。あ、まあ全然体は大丈夫よ。もう言うて。普通に多分あざできるぐらいや。もうこんなんでね、もう、スポーツやってたんだし、平気や。